釧路新聞、釧路新聞社が発行している地方紙、釧路総合振興局管内と根室振興局管内を発刊エリアとする通称釧路新。明治期の歌人、石川拓木が勤務した釧路新聞は現在の北海道新聞の前身であり、現在の釧路新聞社とは関係はない。1946年に創刊された雑誌月刊釧路が 東北海道へ海外した後に新聞化され、11月27日に東北海道新聞という大号で新聞を創刊した。北海タイムスと提携して1953年2月16日までに東北海道新聞としての発行を停止し、東北海道新聞という新聞はタイムスに合併されて消滅した。北海道新聞が所有していた釧路新聞の大事を譲り受け、 釧路新聞を1955年12月11日に新たに創刊した。東北海道新聞と釧路新聞の発行には直接的な連続性がないため、国立国会図書館の東北海道新聞と釧路新聞の書士詳細には前進紙や後進紙として記述されておらず、釧路市地域史研究会の釧路市統合年表、釧路市阿寒町、 音別長合併一周年記念でも同様の扱いである。ただし、釧路市立釧路図書館は、東北海道新聞と釧路新聞を歴史的な連続性を持ったものとして扱っている。日本新聞協会、全国共同紙連合加盟者。購読料は1ヶ月2980円、一部120円。発刊部数は、交渉56000部。一個に一部を合言葉に、 内容よりも、部数増最優先の経営方針を貫いている。以前は、十勝地方にも進出して、帯広支局を設けて、初代大号だった東北海道新聞を発刊していたものの、他市の十勝毎日新聞や北海道新聞の過剰を崩せずに撤退した経緯がある。また、最近は、 社内で 3S 運動と称する徹底した管理体制を敷くことで社員の資質向上に努めている。また、経営者は独創的な発想が持ち味で社員のコミュニケーションを高めるための場所を設けようと丸テーブルを設置した。その他に2001年に CTS を導入した。2020年4月に電子版サービス開始。なお、北海道テレビ放送と提携している。 同等100万人の郷土史と歌い、地域に密着する姿勢を明確にしている。テレビ番組表では2011年秋に、テレビ北海道の中継局が設置されるまでは、既存局北海道放送、札幌テレビ放送、北海道テレビ放送、北海道文化放送のみ掲載されており、TVH は省略されていたが、中継局設置後は TVH も収録も開始した。なお、 北海道新聞では、ケーブルテレビでの配信を踏まえて、同応での開局時より掲載されている。ありがとうございます。